では本日もカカロットやっていきます。ベジータでね、ブリーフ博士に話しかけようってことで話しかけます。さあ、トレーニングは剥がってるか。あ、全然やってねえ。余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータくんならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。お、この時点で見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。おお、やる気満々だ。一方その頃、いろんな用事を終えた悟空はいよいよ修行へ向かおうとしていた。そう、カメハウス。ん？あ、ランチさんやった。すっかり遅くなっちゃった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。そうだよね。あれか。お？こんにちは。こんにちは。あ、突然の連絡申し訳ございません。あなたにお伝えしたいことがあります。あ、トレーニングルームまでお越しください。さようなら。みんな修行して腕上げてっかな。おー、どうなんだろう。よし、じゃあ向かいますか。トレーニングルーム。悟空の方がレベル高いんだね。ベジータ30何レベルだったもんな。よし、行きます。みんな修行して腕上げてっかな。さあ来ました、カプセルコーポレーション。トレーニングルームに来てくれってことだったんで来たけど、あれ？こんにちは。はい。あの、興味深いデータが見つかったことを紹介するようブルマー様から応接か？ん？悟空、ん？孫悟空さんがナメック星から脱出際に使用した小型宇宙船、カプセルコーポレーションが宇宙船を回収し細部まで調査したところ、謎のチップが見つかりました。チップを解析すると宇宙船の元々の持ち主である義乳特戦隊のデータを読み取ることができたのですが、そこに謎の人物の記録が残っていたのです。はい。ブルマ様のお仲間から聞いていた話では、義乳特戦隊は5人で形成されていたとのことですが、チップから見つかった名前はその5人の誰とも違う名前でした。名はボーニュー。女性、ん？性別は女。もちろん地球外の宇宙人です。すごいね。どれほどの強さを持った人物だったのか。あなたなら気になるのではないかとブルマ様は気にかけ、今回私から連絡をさせていただきました。母乳のデータは、すでにこのトレーニングルームに組み込んでおります。いつでも戦うことが可能です。すごいね。その母乳さんと戦えるのか。やってみる？やってみようか。さあ、トレーニングを始めましょうか。お、これか？さっきなかったスペシャルトレーニング。あ、母乳。レベル40だって。みなぎりんっていう報酬をもらえるけど、一回やってみます。いくぜ母乳。お、いきなり始まった。相手してあげる。あ、はい。なにこれ、なにこれ。やべやべ、なんか浮いてる。え、大丈夫？おいしょ。お、大丈夫かこれ。おお、やべえ、なんか強え。なにこれ。え、やべ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 、なんかやばい気がする。ちょっとサイヤ人になっとく。撃っとくか。なんか危ねえ気がする。あー、やべえ、なんか狙ってる。すごい狙ってるけど、あっち立ち止まってるよ。これいけんじゃね。あ、バリアだって。バリアかよ。ほう、よいしょ。あー、バリアの中にいんの。え、全然食らってなかった、もしかして。あ、やべえやべえやべえ。ほう、元気玉。やべえやべえ。お、でもそんな動かないね。これカメハメハでいけんじゃ。プー、やべえ、なんか捕まった。そんな技まで。え、さっきと違う、さっきと違う、さっきと違う。やばい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 、スーパーサイヤ人状態に切れてしまう。危ねえ。え、またやられた。いっそこれ避けらんなくね。うわー、やっべえマジか、強いな。
よし、あぶねあぶね、よっしゃカメハメハ、あーやべえ、そこで、はあやべえ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 、おおやべ、避けてはいるけど、おっしゃ危ねえ、カメハメハ、おっしゃいい感じで削れてはいるぞ。よし同じぐらいになったな。ここで元気玉打っとくか。よいしょ、どうだ、あ避けた、うわ避けやがった、マジで、うわほカメハメハ、どうだどうだ、その玉怖えな、いてててて、いてててて、痛い、この技だよね、この技は怖いけど、あー危ない、大丈夫か大丈夫か、避けられんね、危ねえ危ねえ、また来た、ほう危ねえ、よし、カメハメハ、よっしゃー、なになに、ほう危ねえ、ギリッギリじゃないですか、これかまた、あー危ない、よっしゃカメハメハ、いったフィニッシュ。やるわね、気に入った、おお、え結構もらえるんじゃないですか、おめでとうございます、何度でも挑める、何度でも挑める、そうなんだ、母乳ゲット、強っこれやっとくべきっすね、ソウルエンベルメがめちゃめちゃ強いけど、やった、あ、19、無理無理無理、75だって、よし、まあいいや、何度もやれるってことだからね、あれでレベル上げも可能か、へえ、そういうものがね、じゃあワールドマップからギザード荒野へ向かいます、あ真下じゃないですか、今着いたとこだけど真下にいる、よいしょ、人造人間がどんなやつかわかんねえが、俺らの強さ試してみてえな、ああ遅かったな、何をしていた、わりわり、いろいろあってさ、めちゃめちゃあったね、でも天津飯と戦ったりしてオラの修行にはなったけどな、ああどうせそんなことだろうと思って俺たちは勝手に修行を進めておいた、さすがだ、あすまねえな、え修行の手応えはどうだ、僕、え何やり残していることもあるならやっておけ、人造人間たちとは万全の状態で戦うべきだろうからな、あーそっか、じゃあちょっとなんかいろいろ見てきます、じゃあやることを大体終わらせてきたんで遅かったな、話してきます、よしこれでもう十分やった、あーやっぱりね、よし、ゴー、人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか、修行の成果が分かる日は近いようだな、ああ、おお場所がまたか、家だ、トランクスの渓谷から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた、マジか、ごはんちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな、本当に弁当持ってかねえか、ん、いいよ、いや持ってった方がいいと思う。すまね父。じゃ行ってくる。よし。ん？あ。いや気のせいか。早く飲んだ方がいいよ。やばいって。ボスターじゃない？それ。お、いろいろもらいました。おお、来ました。来た来た。孫悟空、どうだ。正直言って今度の敵、勝てると思うか。見てもいねえのに分かりこねえさ。やってみてから答えろ。ああ。やってみてから。遅くね。パパイヤタウン。パパイヤタウンで未知なる敵を。未知なる敵もう出てくるのか、やばい、早かったな、よし、まあこっちにはねピッコロさんと息子がいるからねいけると思います。まあ多分あれだよな、17号18号だよね、おそらく南の都の南西9キロ地点、あれだ
来た。未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと一目見に来た？ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。おー、そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。おう、へえ。ベジータは？なに？町中で爆発だ。人造人間の仕業なのか？ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ？まるで気を感じなかったぞ。そうか、人造人間だからだ。だから気なんてないんだ。あー、そっか。なんだと？どこだ、どこにいる？気を感じないのであれば直接目で探すしかあるまい。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に巻き込まれた人たちを助けてやってくれ。はい。そうなんだ。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。よし、行こう。くそー、人造人間はどこだ？トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。ああ、そっか、もしかしてさ、二人いるって思ったんじゃない、この時点で。気を感じられねえっちゅうは思ったより厄介だな。え、あ、天津飯か。はい、天津飯。天津飯。そうか、こっちはまだ見つからない。オラもだ、もっと他のとこも探さねえと。ああ、はっよ。オラが目的ならとっとと出てきやがれ。目的は破壊だけだよね。どうなんだ、なんかあんのかな。他のみんな見つけられたんか。クリリン、そっちはどうだ？ダメだ、悟空、怪しい奴は見なかった。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。じゃあ最後の一箇所か。最後の一箇所、ヤムチャかな、ヤムチャかな。どうだろう。あ、ピッコロさんか。どこにいる？どうだピッコロ。見つからない、全く気配が読めん。気をつけてくれよピッコロ。大きな毛が乱れ減っていく。これはヤムチャか。え、乱れ減っていく。はあ、ヤムチャ。ヤムチャ、やべえ。え、こいつらか。クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖、さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。お、待ってくれてる。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だとわかったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。お、待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう。お、好きな死に場所を選べ、孫悟空。あ、なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。おお、わけは後で聞こう。行くぞ。OK、検事ゲット。はい、めっちゃ知られてるけど。
ギザード荒野へ向かえ。向かうか。え、なんで？やっぱレッドリボン軍だからかな。さあ、オラたちの名前を知ってんだ。お前が壊滅させたレッドリボン軍の人造人間だから、悟空の名を知っていてもおかしくはない。まさか俺たちの名前まで知られているとはな。ねえ、いっか、とりあえず。大丈夫だよな。来たけど。あ、いい加減にしろ孫悟空。どこまで行く気だ。この場所にしろ。貴様らには選ぶ権利などないのだぞ。おう、さあ戦う前に教えろ。なぜオラたちのことを知ってんだ。いいだろう、教えてやろう。孫悟空、貴様をずっと偵察していたのだ。超小型の虫型スパイロボットを使ってな。マジか。天下一武道会の時も、ピッコロやベジータとの戦いの時も、貴様が我がレッドリボン軍を滅ぼした以後、研究をし続けたわけだ。いかにすれば孫悟空を倒すことができるか。オラへの恨みか。そうだ、貴様のせいでレッドリボン軍世界制圧の夢は消え去ってしまい、ドクターゲロだけが残った。まるで貴様自身がドクターゲロのような言い方だな。バカを言うな。私はドクターゲロの作り上げた人造人間20号だ。ドクターゲロは死んでこの世にはもういない。ああ、なるほど。だがナメク星での戦いもスパイしたんか。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いまでで貴様のパワーや技は完全に把握した。ああ、一番肝心なことを調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。何？致命的だったな。スーパーサイヤ人のことを知らなかったとは。勝った。ほう。だが我々が慌てるほどのものではない。え、19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。19号マジで負ける？そんなバカな。そんな、まさか。よし、行くぞ。とりあえず19号をさっさと倒して、レベル差はあるからね、なんたって。よっしゃ、もうやる気満々でいっちゃうよ、本気でね。おっしゃ、元気玉からのカメハメハ。これでどうだ、めちゃめちゃ削るよ。よっしゃ、ふう、危ない。よ、蹴らんなかった今のは。危ない危ない。よし、ほう、よっしゃ、殴っていく。よっしゃ、よし、何くぅ。ほ、だがその技を見切ってこっちもカメハメハ。どうだい。私のカメハメハはどうだい。よっしゃよっしゃ、殴れ。よいしょ、ほわ、いいね、いい感じじゃないですか。カメハメハ。お、あ、ダメだ。いや、全然大丈夫でしょ。よし、いっけいっけ。殴ってスマッシュ。おっと、危ない。カメハメハ。あー、ダメだ、打ち負けた。よし、元気玉。よっしゃー、カメハメハ。あ、やべえ、避けられた。あれ。突っ込んできてくれたけど。60万だって、すごい。めっちゃもらった経験値。え、やっぱ発作じゃね。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのにあのざまはなんだ。あ、吸収した。孫、気候波の類は鬱だ。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る？冗談じゃねえぜ。あ？
そんな奴様子が変だぞ。まさか未来から来た奴の言っていた心臓病が発症したのか。あ、なんだって。もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。ああ。苦しい。どうしちまったんだ。俺の体。やばい。いやは。ああ、まずいね。あ。やべえ。めっちゃ吸い取られる。お、さすが持ってったね。カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。かっこいい。ベジータ、さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯。お、みんな来た。クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。やばいね。あそこ。あ、悟空がやばい。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。おお。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。いや、貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。お、まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただく。マジか。貴様らは噂ほどとんでもない弾じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな。お、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。お、ベジータさんもスーパーサイヤ人。さすがだ。俺はただひたすら強くなることを願い特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。すげえな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。おお。かなうぜ。奴の薄ら笑いをすぐに凍りつかせて。かっこいいよね。言うことが。よっしゃ、ヤムチャさんが頑張って悟空を連れてる間に行くぜベジータ。え、ちょっと待て、選べるってことはちょっといろいろ変えます。